おはようございます。おはようございます。斉藤ですけど、はい、本日なんですが、はい、山梨県の西湖湖畔キャンプ場というところにやってきております。はい、初めてのキャンプ場だよね。はい、ということだったんで施設紹介の方やっていきたいなと思います。久しぶりでございます。久しぶりで、この動画は施設紹介のみの動画になりますので、うん、キャンプのね様子だったりとか別の動画で出しておりますので、はい、ぜひぜひそちらも見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ニコメリさん、いいよ。キャンプ場はですね、この結構大きい道沿いになりますので、大きい車でもね全然入ってきやすいかなと思います。バスが止まるんですか？本当だ。じゃあバスで来れるじゃん。来れる。すごいね。すごいよね。この湖畔キャンプ場っていう岩の看板が目印です。で、着いたらですね、ここが駐車場になってるので、ここに停めて、テントご利用のお客様は管理棟で受付をって書いてありますので、こちらで受付をしてください。ハルピン、受付はどんな感じでした？受付、うん、泊まりたいですって言って、うん、ノースキャンプですって言って、うん、大型か普通車かっていうのを聞かれましたね。あ、なるほどね。はい、まあ、一応うちの車は1ナンバーで大型車って感じで受付しましたけど、はい、まあ、そこら辺の境目はちょっとよく分かんなかったりするんで、聞いてみてください、ね。うん、聞いてみてください、うん。あ、で先にね、ちょっとシャワーが向こう側にあるんで、シャワーだけ行ってこようかな。世界遺産だって。な、世界遺産、西湖湖畔キャンプ場、世界遺産が西湖なんだね。素晴らしいですね。ちょっとシャワーだけ見てくる。あ、じゃあこっちにいるわ。うん、ちょっとね、シャワーだけ道の向こう側なんで、先にちょっとシャワーだけ見に行きます。シャワーはここに別棟があって、 1,2,3,4,5 箇所、5箇所使えるシャワーがあります。ここに売店にてお支払いって書いてあるんで、受付に申請すると450円で、よいしょ、使えますと。お、はい、こんな感じ。めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗です。何分いくらとかそういうんじゃないので、450円お支払いすると、まあ、無制限で使えるっていう感じです。で、昨日使ってめちゃくちゃシャワー綺麗だったんですけど、1個だけなんかいっぱいでみんなが入ってたからかどうかわかんないんだけど、僕が入った時はすごい水圧が弱かったですね。それだけ注意、注意っていうか別に注意することじゃないですけど、結構気にする人も多いと思うから、水圧めっちゃ弱かったです。料金はこんな感じで、こっちに受付、飲み物とか薪とかアイスとかなんか簡単なものは売ってました。ビールも売ってたね。中にビールも売ってたよね。そう、それで朝日の泡ジョッキ缶を買ってしまったけど、うん、持ってきたビール結局1個飲んでないそうだね。で、トイレがこっちですね。結構広いキャンプ場なんですけど、トイレが1箇所だけなんですよね。ここが入り口で、すぐここがトイレなんですけど、ここにしかトイレがないので、湖畔の方まで行くと結構遠いですけど、まあ麓っぱらとかあんぐらい広いところに比べれば、そんな僕は個人的には大したことないかなと。こっちはバーシティで、はい、はい、綺麗です。はい、水道2つで大きい鏡があります。広いしね、まあ新しくはないけど綺麗です。行きましょう。有料でゴミが捨てられると。そうなんです。あの、決まったゴミ袋、お袋がございます。お袋、お炭はこちらでございます。あ、炭こちらで、入ってくるとすぐバンガローエリアだよね、これ。はい、こっちも泊まってみたいな。なんかホームページを見る限りだと和室な感じです。あ、そうなんだ、ちょっと和室見えてますよ、ほら。へー、すごいね。パッと寝れるのはいいですよね。うん、はい、そしてここが炊事場。ここも広くて使いやすかったよね。電気もさ、結構ずっとつけて夜も。うん、
綺麗です。はい。ここまで来るとテントサイトエリアになるんですけど、うん、向こうが湖畔ゾーンだね。そうです、ね。うん。でこっちは広場で、こっちすごい使いやすそうなんだけど、湖は見えない感じです。うん、一段こう低くなってて、であっちが林間。ちょっと木陰になってて。うん。林間です。すごい涼しい。ここ全然違う、全然違う。ここもいいね、湖見えるし、いいね、うん、この辺にテント張ったとして、こう向こうは湖見えますよ、隙間からですけど。こっち、じゃあちょっと湖畔降りよっか、うん、うちが設営したのはこの辺りだったんですよね。この辺、ここに張ったんだけど、ここはあの広場の高台になるんで、ちょっと砂利のエリアです。ここも人気って言ってたよね。だいたいいつも空いてないって言って、うん、すごい平らで砂利がすごい綺麗でした。先に言うの忘れてたんだけど、サイト全体フリーサイトになります。場所は決まってないので、空いた場所に入るっていう感じでございます。はい、ここが湖畔エリアです。すごいね。綺麗。綺麗。あっち側にもあるのね。そうそうそう。ちょっとこの草の向こう側にもサイトが広がってて、うん、車が入れればね、はい、向こうまで行けます。そして、まあ、大体やっぱりこの湖畔エリアから埋まってくって言ってたんで、うん、ここは争奪戦になっちゃうと思うんだけど、うん、チェックインがね、平日が9時で休日が10時半、チェックアウトが10時半って感じです、うん、はい、ただ、実は結構緩い感じなんで、10時半を過ぎてもいらっしゃる方もいるので、うん、そこはね、なんかキャンプ場さんもうるさく言わない感じっぽかったから、譲り合いでサイト決める感じよね。そうですね、うん、まあ個人のルールを守る気持ちで、うん、はい、こっちもね、芝生エリアみたいな晴れます、草原エリア、ちょっと草が生えてるエリアが後ろにあります。まあ結構斜めは斜めだけど、うん、なんかあの湖畔沿いとかそんなに言うほど、そうだね、斜面が低くはない、うん、そうね、だいぶ増水してるみたいだから、これね、あそこにさ、うん、これ以上先は張らないでくださいってあるけど、本来はなんかあの辺の看板まではもしかして水がなかったのかなって。そう、あれより先も水がないんですよね、本当は ね、あとだから 7,8 メートル先まで本当は行けるっぽいよね、うん、なんかあの建物曲がってんね、本当だ、あれはあの水を送るポンプみたいですよ、サイコが増水した時に水を排出するやつみたい。ここからサップだったりカヤックだったりが自由に楽しめます、はい、めちゃめちゃ気持ちよかったです。水がめっちゃ綺麗だね、うん、奥行くとすごい綺麗だよね、うん、もう下見えますし、うん、快適でした。でもさ、奥の方行ったらもう深くて見えないよね。あ、もう奥の方行っちゃえばね、緑っぽいっていうか、うん、すごいなんか群青ブルーみたいな色じゃない、うん、実際カヤックでさ、うん、水の方出てったりとか、遠目に映してる映像とかも、うん、あの動画にもあるんで、よかったら見てください、はい、よし、じゃああと広場見よう。はい、ここが広場のエリアです。グルキャンとかしてる方が多くて、ね、うん、すごい使いやすそうでした。ね。逆にあっちに遊びに行けるしね。うん。なんかね、僕らもさ、ここに昨日止めて、うん、カヤックを向こうまで持ってったんだけど、うん、まあ全然近いしいいよねとか言ってたんだよね。したら初カヤックだったからさ、こんなに重いのかってなって。なんかサップのボードは持ったことあったんだけど、うん、カヤックがあんなに重いと思わなかった。ね。うん。
はい、まあそんな感じなんですよね。はい。サイトね。うん、でもちろんワンコ OK です。はい。はい。まあもちろんリードしてね。うん。値段も安い方だと思います。ね、安いよね。はい。大型で、あの、支払いしたけど。うん。それで5000円だから、うん、2人で。そう。すごいね、バンガローめちゃくちゃいっぱいある。あ、ここにも水場があった。まあでもバンガローの人用みたいな感じですね。俺はジュース買いたい。どうしよう。アイス食べたいかな。うん。お茶。お茶。ましたね。うん。リアルゴールド。アイス？うん。なんか見たことないね。あ、なんかこんなのあったんだ。これ。高い。で、アイスって買えるアイスがね、しーちゃんいな。ちょっとね、今作る人。あ、そうなんだ。わかりました。すいませんね。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、まあ、ちょっとだったんですけど、うん、ギュッとなってるキャンプ場だからなんか一望できちゃうんだよね、全部ね。泊まっている側としては、うん、すごい過ごしやすいです、うん、意外とね、広さもあって、うん、フリーサイトなんで張りやすくて、まあその土日はやっぱり混み合うと思うから、うん、まあそうなってくるとちょっと分かんないんだけど、どうしてもこう施設紹介するときにやっぱり人が多いときにね、なかなかやりづらいから平日の雰囲気になっちゃうんですけど、うん、フリーサイトだから、まあ、そこら辺は争奪戦があるのかもしれないんですけどね、うん、僕らインしたのが日曜日だったんでやっぱり混み合ってたもんね。はい、そうですね、やっぱ水遊びができるんで、うん、どうしても朝帰るってよりは日中までいらっしゃる方とかデイの方とかも多めだったかなって感じはします、うん、子供も多かったしね、うん、ワンちゃんも結構いたよね。結構、はい、大型犬もいたし、うん、伊藤連れの方とか。そうですね、うん、過ごしやすいかもだよね。あんまりこうキチキチしてなくてっていうか、うん、ある程度ちゃんとルールを守っていれば、うん、すっごい涼しかった昨日、今日は本当久しぶりに快適キャンプした気がする、うん、まあ、今この時間は暑いんですけど、うん、まだ暑いです。そう、あの日が落ちてくる時間とか朝とか寒いぐらいだったんで、過ごしやすいんじゃないかなと思います。特に秋とかはね、うん、焚き火とかめっちゃ気持ちよさそうだよね。ね、紅葉を見ながらサップとかカヌーとかしても楽しいと思うし、うん、美味しくご飯も食べれそうだし、はい、良さそうです。こんな感じでございました、はいはい、例えばバンガローとかも、まあ、他にもたくさんあるんですけど回ってなかったりするので、うん、その他詳細は、ホームページの方を見ていただければなと思います、はいはい、あとなんかお湯も使えそうな感じってあったんだけどね、水道の蛇口が2種類あって、ちょっと、うん、まあ、夏なんで使ってる人いなかったから分かんないんですけどね。アットホームでした、ね、そうだね、オーナーさんすごい優しくてなんか皆さんの節度にお任せしますみたいな、ね、感じだったから、うん、ぜひぜひ機会があれば行ってみてください、はい、よろしくどうぞ、はい、他にもですね、いろんなキャンプ場の紹介とか、自分たちのキャンプ動画も出しておりますので、チャンネル登録の方も押しておいていただけたら嬉しいです。お願いいたします、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。どうした、どうしたんだ、アイス買えなくて、なちょっと元気を出そうと思ってアイス買えなかったから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。